はい、こんにちは、直之です。今回は僕が2021年にいろいろと自分なりに練習取り組んでみて、この練習良かったなっていうのを3つぐらいまとめて今回紹介していきたいなと思ってます。で、去年はベスト更新を目指していろいろと頑張ったんですけど、結局ベスト更新はならなかったんですけど、自分の中でかなり、ショットに関してはこの1年間かなり成長できたなと思ってるので、その成長できた練習法みたいなもの、これ良かったよってやつを今日3つ紹介していきますので、ぜひご覧ください。はい、じゃあまず1つ目はこれ練習法ではないんですけど、グリップの形っていうところを少し見直したことで結構ショットが良くなったっていうところがあって、少しだけストロングのグリップに直したことでショットがここ最近すごく良くなったので、その話をしたいなと思って、このグリップとかスタンスって意外とこう自分のショットを良くしていく上で盲点だなというふうに思ってて、なんか僕自身もそうなんですけど、ショットとか調子が悪くなると意外とやっぱりスイングの形、体の使い方とか腕の使い方とかを注力しがちというか注目しがちなんですけど、意外と最初のセットアップ、グリップとかスタンスっていうところがでこうミスが発生してることが多いなっていうのを気づけたポイントで、なんでこれグリップが悪いなと思ったかっていうと、これ左手の確定打ちをする中でこれ気づいたんですけど、今はこれぐらいの多分ストロングで握ってるんですけど、ちょっと直す前はこれぐらいこうちょっとウィークめに握ってて、ただこれってこう意識的にウィークで握ろうとか思ってたわけじゃなくて、こうずっと練習していく中で勝手に多分ウィークめになっていてたんですよ。で、昔の動画とかをこう調子の良かった時とかの動画とか見ると、やっぱり少しその時よりもストロングに握ってるっていうところに気づいて、あ、もう少しちょっとストロングめに握ってみようと思って、そこから調子が良くなったっていうところがあって、ショットに悩んでる人とかは一旦このグリップとかスタンスに一旦立ち返るっていうところをこう考えるっていうのが一つ有効かなというふうに思います。意外と僕自身盲点だなというふうに思っているので、ぜひこうまずはそこをチェックしてもらえるといいのかなと思います。ちなみにこの左手の片手打ちっていうところでいくと、このやっぱりウィーク目に握ってるとなかなかうまくこう左手の片手打ちできないんですよね。当たるのは当たるんですけど、普通にやっても、これをストロングに握って打つとやっぱりちょっと打感だとか芯に当たってるかどうかとか、球の高さとかそういったのがやっぱり自分がこう思ってるところと近い感じで来るので、ここはやっぱり左手の片手打ちをしながらグリップをどこがこう一番力が入って緩まずにいい形でインパクトできてるかっていうのは、結構左手の片手打ちでなんかグリップ、僕自身の持論なんですけど確かめられるなと思ってるので、悩んでる時には左手の片手打ちで、どこでどの形が一番しっくりくるかなっていうのを結構うちで毎回探してこう練習してる感じなので、その左手のグリップで両手で握ってみて、フルショットしてみて、今回感覚を確かめていくっていう感じを今は練習しています。2つ目、練習法、やっぱり一番はスロースイングですね。これも動画に2、3回動画にしてるんですけど、やっぱりこのスロースイングをやったことによってショットの安定感とかミート率っていうのが格段に上がったので、やっぱりこのスロースイングをやってよかったなというふうに思ってます。その時に解説していない新たなこう自分の中で今意識しているポイントっていうのをここで追加で説明できたかなと思ってて、スロースイングやる上で過去の解説動画でも出してるんですけど、腕で上げるんじゃなくて体の回転でしっかりゆっくり、スイングしながらボールをミートしていくっていうところが大事なんですけど、それをやる上で意識する上で、ポイントになるのが
グリップと体がこう常に一緒の距離感でスイングをしていくっていう意識が結構最近大事だなっていうふうに感じていて、意識としてはこのグリップエンドが常にあの自分のおへそのところを向いている意識でスロースイングしていく、ずっと回転している時も、まあ、ここの距離感が変わらないようにレイクバックしてインパクトからフィニッシュにかけてもここの距離感が極力変わらないようにスロースイングしていくっていうのが結構ミート率を上げる上で大事だなっていうふうに感じていて、常にグリップエンドがおへその前にあるような意識でスロースイングしていくをっていうのを最近ずっと意識してます。これ今ピッチング持ってるんですけど、ピッチングで今までどれくらい60ヤードぐらいの距離感ですね。で打っていってるような感じです。その前にグリップエンドがあるように打っていく、これ意識するとめちゃくちゃ腹筋に力入るんですよ。意識としてはこの辺り、この辺りがかなり意識されてねじれるような意識になるので、本当に腕に全く意識はない、体の捻転だけっていう感じです。っていうのをやっぱりこれが一番僕の中で効いたというかレベルアップできた練習法なので、まあ、そういった意識でぜひやってもらえるといいかなと思ってます。でスロースイングやる上でちょっとあの一つ大事なポイント、もう一つ大事なポイントがあって、このフリップエンドをずっとヘッドに向けていくっていう意識とプラス右足、僕は右足をこう最後にこう蹴っていく意識をした方が体全体でフィニッシュもこう綺麗にスイングできるイメージがあるので、この右足の蹴りっていうところを結構意識してます。この意識が結構下半身と上半身をしっかり体のローテーションさせていくっていう上で結構大事なポイントだなと僕は思っているので、右足をしっかり蹴っていく、この動きが結構個人的には大事なポイントだと思います。この右足の蹴りっていうのがやっぱりラウンドの時とかにすごく生きるなと思ってて、どうしてもやっぱりラウンドの後半とかになってくると、あの体の回転がやっぱり疲れてこう体がしっかり蹴れなくて、あの体の回転が止まってチーピンがこうやっぱり僕自身がすごくラウンドの後半になるにつれて多いんですけど、そういう時こそ体が蹴れなくなっている時こそしっかり右足をあのしっかり踏み込んで右足でこう蹴り込んでいく意識を持つと結構体ってしっかり回転できるので、ラウンドの後半こそこの右足の意識っていうのがすごく大事になってくるなっていうのはすごく最近ラウンドをしてて思うので、それを練習からしっかりスロースイングでも意識することでそのスイングができるかなと思っているので、右足の蹴り意識っていうところをあのぜひちょっと意識してみてもらったらいいかもしれないです。あとこれスロースイングして気づいたんですけど、アプローチにもかなり活かせるっていうことに気づいて、これ最近やってることとしてはスロースイングで30ヤードとか50ヤードのアプローチを練習するっていうのが結構最近やってます。打ってみると、まあ、30ヤードの距離感だとこのスロースイングのゆっくりこれぐらいのスイングスピードでアプローチの練習をしていくっていうのを最近練習してます。こんな感じですね。これ何がいいかっていうと、やっぱり
ラウンドでこの30ヤードとか40ヤード、50ヤードのアプローチするのってどうしてもタイミングが早くなりがちなんですよね。こうやっぱりこれぐらいのハーフスイングに近い、ハーフスイング、クォータースイングに近いスイングってどうしてもフルショットに比べてテンポが速くなってしまうので、練習場でこのゆっくりなスイングでしっかりインパクトできるような形を作っておくと、ラウンドでもこうテンポが速くならないようにゆっくり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 もうこう力感で打てるようになるんです。どうしてもやっぱりラウンドだとこうリズムのテンポがボールに早くコンタクトしたくなってガツンと行ってしまいがちなので、そこをできるだけゆっくり体を使って再現性の高いスイングをするために練習場でゆっくりなスイングをしていくっていうのが結構これ僕最近ラウンドしててすごくいいなと思った練習だったので、まあ、このスロースイングっていうのは、まあ、フルショットのスロースイングももちろんなんですけど、アプローチ30ヤードとか50ヤードの距離感のアプローチでもこのスロースイングってかなり有効だなと思ったので、ぜひアプローチでも皆さん試してみてください。あとは40ヤード50ヤードの距離感も同じようなテンポで振り幅だけ変えていって、右手の片手打ちって飛ばせるな、できるようになるなっていうところを気づいたので。